本当にこう熱気といいますか、放送席にまで伝わってきますね。そうですね、はい、やはりあの日韓の指定コンビの激突というムードがね、この大勢のお客さんの中からじわっとこう湧いてきてますね。まあ、このあとキムドクと鶴田が初めてシングル、それも UN のベルトをかけて対戦する前の一戦ですので、昇格同士の結果が大きく影響しますですね。そうですね、やはりあの対象同士のぶつかり合いということで、はい、まあ、お互いにこれも意地でも負けられんと。まあ、この2人ね、過去ずいぶんその因縁の戦いをやってるわけですけど、はい、今日その試合前の控室の表情を取材したんですけれども、はい、いつもと全く逆なんですね。いつもはですね、大木選手の方が非常に気負い込んでる、馬場選手は冷静なんですが、今日は逆に馬場選手の方が非常に何か意気込みが違ってまして、そうですね、一方の大木選手の方がなんかニヤッと笑いを浮かべましてね、非常に落ち着いた不気味なムードだったですね。早くもロープを背に出しましたジャイアント馬場、豪快な頭突き、まず一発炸裂です。まあ、大木選手に言わせますと、いつも馬場と戦うときに、急所攻撃だとみんなに言われるが、あれは急所攻撃ではなく尾低骨を攻撃しているんだということを言ってますね。そうですね。さあ空手チョップが出ました。早くも馬場選手の方が飛ばしてますね。そうですね、はい、やはりあの控室でもそうだったんですが、ちょっとエキサイトしてますね、はい、その馬場をコーナーマットに持っていった。そして頭突きの行くところ、豪快な空手チョップ、これは耳すみですか。そうです、はい、あのね、はい、馬場選手はね、聞きましたら、あの大木選手のやっぱり頭突きは頭に受けるのは非常にダメージとして大きいと、だからなんとかね、その一発二発は大丈夫だと、はい、ですが数を食うといかんのでなんとか防ぎたいと、逆にそしてあの耳そぎチョップが非常に効果的なので今日は使っていきたいということを言ってましたね。さあその耳そぎチョップに対するように、この大木が耳のあたりに頭突きですね、うん、これも危険ですね。さあ2メートル9センチの、うんと、やっぱ頭のチョップ、これは頭には効きませんか。ダメですね。あーすごい石頭です。これでもかという馬場選手の空手チョップ微動だにしません。しかし耳そぎチョップは効きます。左の耳のあたり、レフリーの和田恭平がカウントを数えた。しかし自分がこう、まあ、危ないところになるとさっと身をかわすあたりがうまいですね。最近のね、大木選手というのはそういうところは実にね、インサイドワークが巧みですね。もう危ないと思ったらさっとかわして場外出る、カウントいっぱいまで頑張りますね。まあ、大木選手に言わせますとですね、ベルトのない馬場なんてのは相手じゃないということをもう本当にどこでも公言してますからね、うん、しかしね、はい、もう一つ心の底で、そこで馬場を破ってなんとか馬場があの取られてしまった PWF のヘビー級の王座をものにしてやろうという気持ちもあると思いますね。やはり最終的にはそこに焦点を絞ってるわけですね。そうですね、と同時にね、確かに今の馬場選手シングルのベルトは持っていません、はい、しかし何といっても世界の馬場ですよ、この世界の馬場を破るということは世界のマット界における位置づけとして非常に大きいものがありますからね。そうですね。さあその大木のあたりに耳そぎチョップであります。さあそしてこれです、これです。本人は急所落ちではないと言っているが、どうですか、これ当たってますかね。非常に微妙なですね、はい、確かにね、あの形から微低骨を攻めることはできますね、はい、しかしまあ下腹部の急所を攻めることも非常に容易ですよね。ですからこの辺レフリーが非常に判定に苦しむところですね、はい、普通の表情はジャイアント馬場であります。いつも静かな馬場がいつになく前面にファイトを向き出しています。まあ、向こうが反則技を使うなら俺は今日は本当に飛ばすと言っていたこの馬場選手、馬場選手の方はまだ、おっとっと、これですね、馬場も行きます。大木が行くなら馬場も行く。これは指が急所に入ったようですかね。なんかね、親指突きのようですが、はい、親指突きのようにも見えたし、急所をナックルで攻めたような感じもありましたね。これはたまりません。リングの外、珍しく黄色のトランクスをつけました大木金太郎、背中が見えます。しかしね、こういった表情の中には今日は俺は行くぞというそんな表情ですね。そうですね、しかしこれは明らかにやはり反則ですからね。おっと、どうしましたか。まだまだ大木選手の方が普通で顔面を歪めております。エプロンのすぐそば、さあどうか。そして馬場選手がまだまだリングの外で空手チョップ、いやゴングが鳴っているようですね。鳴ってますね。
なってるようですが、どういうことですかね。はい、リングアウトというかなんか本部席では正式に原リングアナウンサーからちょっと聞こえなかったんですが、リングアウトというようなアナウンスがありましたですね。リングアウトで、はい、ジャイアント馬場の勝ちというふうに聞こえてますね。これが大金太郎、大木が急所攻撃なら俺も飛ばすといったこの馬場選手の攻撃が功を奏したようであります。まだまだリングの外、両選手がもつれ合っている。全日本の若手が大仁田あるいはグレート小鹿、伊藤正雄、大熊元志、桃田光雄といったあたりが両者を分けますが、まだまだ納得がいきません。まあ、両選手この馬場大木の試合になりますといつもこういったシーンが多いですよね。しかしね、はい、これ結果的にはあのジャイアント馬場選手のリングアウト勝ちですが、明らかに学部を攻撃したとしたらこれは反則ですね。まだこの愛知県体育館、お客様の歓声が続いております。まだイケイケというその声援、両選手の睨み合いであります。しかしレフリーがね、カウントを続けたわけですから、大木選手がリングに戻らなければ試合放棄とみなされても仕方がありませんね。なるほど、これは正式な判断が下ったということになりますからね。リングアウトですね。はい、さあ若手がまだ2人を分けますが、大金太郎がやってきた、放送席にやってまいりました。そしてその大木を追っかける馬場、そのあっとこれまたバックスのあたりにパンチ攻撃、馬場が飛ばしています。大金太郎が今若手に連れられて自分のドレッシングルームに帰るところですが、リングアウトで勝利の方は